皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。2023年4月の9日、23時9分ということで、まあちょっと夜遅いんですけども、日本のプロ野球業界の審判団の皆さんへ、しっかりしてほしいということで、お伝えさせていただきます。まず、まあ試合を行わないについての雨についてなんですけども、基本的にね、4月とかもう10月下旬、まあこれは球場の位置にもよるんですけども、東北とか北海道とかね、そういうところで、まあ北海道の場合はドームだからっていう部分はあるんでしょうけども、お客様がね、基本的に雨の日はきつい、正直持ちこたえられない、そんなこと、早めにね、試合開始3時間前ぐらいにね、もう中止を発表してあげなきゃならない。じゃないと、例えば僕が家から甲子園まで行こうと思ったら、大体ね、電車の乗り換えの待ち時間等々入れると、2時間ぐらいかかるんですよ、片道で。ね。じゃあ余分に交通費払わなきゃならないっていうことになるから、もう3時間ぐらい。もうちょっと遠いところから見に来られる方もいらっしゃるかもしれない。だから3時間前ぐらいに、もう早めに試合中止した方がいい。そうじゃなかったら、雨に打たれな、なんか、持たないみんな。で、2点目、阪神タイガース対ヤクルト戦なんですけども、ヤクルトの選手の中に入れ墨を入れている人がいたと。エスコバー選手だったと思います。そういう選手が混ざったりね、髪の毛染めてる人とかガム噛んでる人とか混ざってると絶対危ない結果が発生するんです。これいろんな要因があります。まず、守備が乱れる、これはもう見たらわかります。で、例えば髪の毛の色だったら、海外に行ったメジャー進出した人たち、日本実績を出した人たちがなぜ海外で通用しないのか、これも結果見たらわかりますよ。イチローさん髪の毛染めてるかって言ったら染めてなかった。野茂英雄さん髪の毛染めてたかって言ったら染めてない。で、じゃあ、まあ、ゴジラ松井さんもそう、髪の毛染めてない。成功してる。だけども、藤川球児、あの日の玉ボールとか持ってたすごい男も、髪の毛染めてたから通用しない。リトル松井と呼ばれていて、ゴジラ松井よりもリトル松井の方がすごいんじゃないかと言われていた松井和夫さん。やっぱり髪の毛染めてるから通用しない。で、吉田選手、今、まあ僕の方でも助け舟は出してるんですけども、助け舟出してなんとか今打率2割5分。だから髪の毛染めちゃダメ。もう、これサッカー界とか他の競技もみんな同じだから、エシュロンとかが、ね、スーパーコンピューター等々が人間の音声とか画像を記録してるんです。事件になったら裁判所で映像とかも出てくるんです。そんなところカメラなかったのになぜ出てくるんだろうって。電波っていうものは基本的に扇状に広がってます。一点集中型もあるんですけども、そういう方法もあるんです。電波の発信の仕方で、ね。総合受信に関して、発信力と受信力を上げると、アクセス、まあ、した時の、ダウンロードの時間が短くなると。まあ、これはコンピューターの性能であって、まあ、パソコンだったら、コアいくつであるとか、何ギガバイトであるだとか、SSD が入ってるかどうか。まあ、こういったところになる、なります。まあ、一般的に販売されているものだったら、7コアで16ギガバイトで、SSD。これが、まあ、大体一般的な家庭で、まあ、一番配布されるものです。まあ、通販とかでね、まあ、特殊なところに買いに行ったりとか、パソコン改造したりして、コア数増やしたりとかね、それで読み込み速度を速くしたりとかもできるんですけども、まあ、話がちょっとそれ始めたんで、スポーツの話に戻りますよ。審判団の方たち。まあ、阪神タイガースのケリー選手が、一時期防御率が悪くなったのも、ケリー選手だったと思うんですけど、ガム噛んでたでしょ。で、やっぱり守備乱れてるんですよね。で、入れ墨入れてる選手とか、髪の毛茶色い選手って、デッドボール出したりするんですよ。阪神タイガースの西純也選手も、デッドボール出してませんでしたっけ？髪の毛染めてるでしょ。まあ、西選手が二人いるから、僕の中でごっちゃになってる可能性あるかもしれないんですけども、ちょっとね、僕も対象者がものすごく広いんで、スポーツ業界だけでももう何百人とかかって、もう通算で見るともう何千人以上は絶対かかってますから、これで国会議員の人たちとか経済界の人たちとか、自分が働きに行ったところの人たちまで、入れたら、もう万ぐらいの数に行くと。もうこれはもう現実ですから、関わってる音楽業界とか全部含めてね。で、これも検証も全て終わってるんですよ。で、大山選手がファースト守ってますけども、
4月7日ぐらいの阪神対ヤクルト戦ですかね。4月7日か6日がどちらかの日だったと思うんですけども、8日かな。まあ、ヤクルト戦だったと思うんですけども、ファースト駆け抜けていくときに、大山選手の足踏んでるんですよ。審判の人、それ、守備妨害って言わないと。僕たち義務教育で、僕野球部だったんですけど、習ってるんですよ。ファーストの選手の足踏んでしまう可能性があるから、ファースト駆け抜けるときは、ベースの、ね、ファールゾーンがあちらの方の角のところを、まあ、踏み込むと。駆け抜けるときね。だからもともとファーストだけ、ね、駆け抜けれるようにルール設定してあるんですよ。ぐるっと回らなくていいでしょ、ファースト。ファーストだけ一直線に走っていって、ファールゾーンの内側に入ったらいいっていうルールになってるでしょ。あれ、安全性を高めるためなんですよ。だから、ランナーが大山選手の足を、ね、踏んでしまった以上、これ守備妨害なんです。大山選手は普通にファーストのベースに足をつけていたのであって、あれはね、ファーストのベースの、例えばファールゾーン側の端の方まで足をこう出していたりとかして、これで踏まれてしまった場合は、それはちょっと判断変わってくるかもしれない。だけども、あの位置に足を、かかとをね、ファーストベースにつけていて、そこを踏んでしまった以上ね、あれぐらいの位置ですよ。それはね、やっぱり守備妨害認めなきゃなんない。じゃないと安全性キープできない。大山選手に、まあ幸い何事もなかったんですけども、今、プロ野球選手のスパイクが今どうなってるか知りませんよ。時代の進化とともにスパイクの形状も変わるでしょうから。僕が中学生の頃、野球部だった時、金属製なんですよ。スパイクのほら、刃物みたいになってる。あんなんで、走っていって、ね、思いっきりファーストベース頑張ってセーフになろうとして踏むでしょ。あの勢いで、あんなものかかと踏まれたらどうなるかわかんない。本当に流れも縫うような手術になるかもしれない。だから、そこ、しっかりと審判団がしっかりと、ダメって、そんな走り方したらダメって、守備妨害っていう形にしなきゃなんない。だから、審判が野球の仕方わかってない。未だに。もうこんなこと何年も前から僕 SD カードで送って言ってるから。で、正直高齢化しすぎだと思う審判団の人たち。しっかりとしたジャッジできないんだったら、もう審判降りてください。お客さんもお金払う気なくしますから、本当に。ミスジャッジが多すぎる。で、あと、今日の試合だったかな。1点を取った後、1、2塁で阪神タイガースが併殺打になってるんですけども、1点入った時。セカンドベースね。あれ、チャレンジを審判団の方からしてください。正直、セーフかアウトか分かんないでしょ。解説席では、これ分かんないですね。チャレンジした方がいいですねって言ってるんですよ。僕もスローモーションで見たんですけども、判断できない。僕はいつも、自分に、正しい、心でいなきゃなんないっていう戒めを持ってるから、だから野球の VTR を再生した時に、リクエストの時とかね、相手チームがセーフだった時は、あ、これセーフです。阪神タイガースの方が、間に合ってないとか、そういうこと、はっきり言ってます。だけども、現場の審判のレベルがそこまで追いついてない。で、阪神タイガースの監督としても、ああいう時は、しっかりと、リクエストを要求してください。岡田監督へのメッセージです。で、ヤクルトに関しては、もう見ました。高津監督はサングラスかけていた。ね、使用者責任っていう法律があるんですから、現場監督に責任がかなりの部分であるんです。あなたたちがしっかりと言わなきゃならない。選手にサングラスなんかかけちゃダメだよ。目の下にね、ペイントなんか入れちゃダメって。あれまた洗い流したら海に流れていくでしょ。河川、海を怪我しちゃならない。それも海洋基本法違反になる。だから佐藤輝明選手があんまり打率良くない。調子が悪い。もうまずここのペイントをやめなきゃならない。で、梅野選手ももう記録されてるから、茶髪だった時あったでしょ。だから、打率上がんない。これはもう答えだと思う。本当に。で、僕はその厳しいルールのまま、進みます。それが、法律ですから。義務教育でみんな習ったんですから。髪の毛染めちゃならないって。ね。先生によって、心弱い先生が髪の毛染めていたとしましょう。そんな先生の言うこと聞かなくていい。先生間違えてますよって。生徒の方が言ったらいい。なぜ教師たる者が髪の毛染めてるんですかって。あなたお給料いくらもらってるんですかって。公文書公開っていう法律ありますよ。あなた自分の給料、民間人の人たちに公開しなきゃならない。これが法律のルールなんです。裁判所の判例なんです。それ動かしちゃならないんです。それ分かってくださいっていうことなんです。ね。コンピューターが法律通りに稼働してない。今日のゲーム、4月9日が
阪神タイガースが勝ってなきゃならない。ね。ヤクルト、勝てるわけがないんです。他にも、阪神タイガースにも西純也選手が髪の毛で染めていたと思います。だけども、ヤクルトスワローズに髪の毛染めてる人何人います？ね、タトゥー入れてる人いるでしょ？ね、実際エラー発生してるでしょ？去年も阪神タイガースにマルテっていう選手で入れ墨入れてた人がいるから、だからあんなにエラーが多かったんです。もうこれはっきりしてるんですよ。だ誰が足引っ張ってるかってもう明確になってるから、だから栗山監督は自分が髪の毛染めたことない人だと思うんですよね。で、僕も大谷翔平に高校生の頃からメッセージ送ってるんです。絶対髪の毛染めたらダメだって。で、ネックレスとかそんなもの論外って。そういう余計なことをしてる選手は良い成績みんな残せてないんです。トラウト選手見てください。髪の毛染めてますか？染めてないでしょ？入れ墨入れてますか？入れてないでしょ？で、首からネックレスつけてますか？つけてないでしょ？だから MVP 取れるの。他にも要因いっぱいありますよ。体をしっかり鍛えなくちゃならないとか、いろんな打球に、いろんな球に対していろんな方向へ打球を飛ばせれるような練習をしっかり今までしてこなきゃならないとか、いろんな要素がいっぱいあるんです。ね、最低限の3つの要因、入れ墨入れちゃならない、髪の毛染めちゃならない、ね。で、首から余計なものなんかぶら下げちゃならない。守備するときだって、わかるでしょ？ギリギリのプレイするとき、何にもない方は動きやすいんだから。あなたたちプロとしての自覚はありますかって。いいですか？日本の総理でさえ年収4000万円台で、それ選ばれた人しか総理になれない、なれないんですよ。ね、選挙勝ち上がって、ね、一定の期間の職業なんですよ。総理とか大臣とか国会議員の人たちって、議員さんって。負ける時もあるから、そういう人たち、地方議員の人たちの VTR なんですけども、選挙活動の時、もう映像でね、日本の全国放送で流してもらいました。夫婦で出馬されたお二人なんですけども、頑張ってるんですよ。頑張ってるんですけども、帰り、車持ってるんだったら、周りの風景よく見た方がいいって。夜歩いてる人あんまりいないって。もうみんなそんな余裕ないって。そんなに夜まで歩いて余計なことしてる人間から破滅していくって。そういうことをまず分かってますっていうこと。で、あなたたち落ちた後、仕事ありますかっていうことを僕はメッセージとして送ってるんです。で、夫婦で私たち落ちたらどうするんやろうって。何か仕事の当てあるって。夫婦でね、話してるんですけども、いや、落ちた時のことなんか考えてない、考えてなかったって言ってるんですよ。危ない、危ない。仕事、どこかで人脈作っておいて、本当に人脈って大事だから、お互い本当にみんな名刺交換しといた方がいいですよ。これはプロ野球界だけじゃない。もう、どんな企業にいても同じ。名刺交換していて、いざ自分が仕事なくなった時に、なんとかその人脈で、ね、純利益がしっかり上げれてる会社だったら、よし、わかった。君は今まで社会に対していろんな職業とかで、もしくは一つの職業で頑張って社会に貢献してきた我々で採用しようっていう形がある可能性があるんです。可能性としか言えない。これはもう会社によって事情違いますから。というわけで、ちょっと話がそれましたけども、審判団の人たち、しっかりしてください。お金払って見に行く気なくすんですよ、本当に。僕はスポーツの勝ち負けから、今のところ降り入れない状況になってるから、僕はね、やっぱりくじけてしまったら、阪神タイガースの試合の、勝利に影響が出てきてしまいますから。だからいつも全力を尽くしてます。今日もいっぱいテレビに向かって声かけしました。今こういうカウントだから、ああした方がいい、こうした方がいい、相手ピッチャーは多分こういう風にボールを投げてくるとか、いろんなことずっと言ってます。ずっと言ってるんです。これ結構大変ですよ。ね。一試合だいたい3時間ちょっとか、3時間ぐらいの時間かかるでしょう。プロ野球の試合。毎日こんなことを繰り返していたら、自分の人生どうなるかぐらい分かるでしょ。時間なくなるんですよ。だけども、僕は、果敢に、チャレンジしてます。これが、世界中の政府を動かしてきた人間の、心意気であり、根性であり、気合なんです。全部法律の知識から何から何も持っている人間です。石油価格も動かしてきた。その通りに世界も動いている。為替相場に関しても世界中がある程度の、内容を受け入れて動かしてくれている。それは悪いことではないんです。脱法行為ではないんです。株価に関しても介入してます。上がりすぎてたら警告を出します。バブル、日本がバブル弾けたようになっちゃいますから、本当に。そんなに今株価が上がる要因ってないんです。これ、皆さんしっかりと覚えてください。それでは審判団の皆さん、しっかりとしたご対応をよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。